します。宴じゃ宴、行くぜ行くぜ行くぜ。今からね、激烈に太るからね。これなんだったらこれも飲み物よね。そうだよ、ピザは飲み物だよ。いただきます。あ、うまっ。カロリーの味がする。うん、カロリーはオイスターソースって、うめえ。お、さらに飲み物が追加されました。はい、うん、白米、ピザを白米で食べる。いいですね、炭水化物を炭水化物で食べるというね。白米はデブのスポーツドリンクだから。あ、でも大事なのは、うん、美味しく食べれることだからね。うん、あ、食べるの好きだからね。うん、おっと、失礼しました。さあ、ここでお肉いっちゃいます。油でね。お肉ですよ。うん、お米さ、すんごい久々に食べた。うちさ、でもちょっと思い出してみて。うん、何日か後に僕らこの後ご飯より美味しさ増さない？やばい、うん、今日は好きなもの好きなだけ食べよう。いいんだよ、ピザ食べ終わったんです。はい、そしたらグラタン来た。じゃがいもと明太子とチーズ。アボカドっていうね。やりすぎや。待って、アボカド入ってんだよ。野菜ちょっと入ってんの、うん、森のバターだけど、結果カロリーゼロじゃん。いや、炭水化物に明太子で魚卵だろ。で、めっちゃ熱いよ、これ。熱でカロリー弱いじゃん。結果ゼロだよ。よし、いただきます。これ絶対熱いんだけど。そっち、オッケー。いや、絶対熱いんだよ。絶対熱い。それ熱いわ。70.5 ぐらい、71ぐらい。B モンスターさん、来ました。終わりました。45、汗だくです。シャワーも完備してるので、それでいただきます。減量初日です。朝一で B モンスター行ってきまして、で、今日から食事もちょっとやっていこうかなと思ってます。今日の食事、お昼ご飯です。ミックスサラダと卵ですね。半熟温泉卵みたいにしました。お、やんこ、タンパク質をしっかり取っていこうと思います。なんかね、B モンスターボクシング、ボクササイズ的なことやってるんですけど、結構下半身も鍛えられて、で、わりかし筋肉痛になりそうな雰囲気があるので、今のうちからタンパク質取っとこうと思います。いただきます。カラオケ歌ってカロリーを消費していきたいと思います。まだまだ減量頑張ります。あの日君は僕の部屋を凍りつかせ、ドアを閉めた。行き先も告げない背中、僕は見送った。本日はスタージャのショーがありました。ありがたいことにお弁当の差し入れをいただきました。イエーイ。しかし減量中なので差し上げます。ありがとうございます。食べたい。2つ目食べたい。あ、紹介遅れました。あの後輩の松林さんと森実さんです。イエーイ、はい、そしてライバルの内山くんです。まあ別にライバルじゃない。見てください。いいですか、ちょっと。もちろん。見てください、この美味しそうなの。美味しかった。美味しかった。もうすでに1個召し上がったんですもんね。ね、そう、過去のみだらけな生活のしわ寄せがここに来て。引き続き頑張りたいと思います。はい、ダイエット、減量、筋トレ、トレーニング、順調です。ただ、もうちょっと追い込んでやっていこうかなと思いますので、
今日はデトックススープっていうのを作っていきたいと思います。はい、元調理師なのでね、なんかいろいろ料理は得意なんですけども、それやってる時に料理長がすごいふくよかな方で、それでお医者さんに痩せないとやばいよなんて言われて、その時に教わってたやつのレシピをLINE で聞いたので、それで作りたいと思います。材料、キャベツ半玉、玉ねぎ、1個と半分、ただこれでっかいので今日はこいつは1個でやります。セロリ2玉、ピーマン3つ、人参1本、生姜1かけ、にんにく1かけ、今日はないのでチューブで代用します。味付けにコンソメキューブのもの2つ、塩と胡椒、それとトマトのホール缶ですね、これを使って、作ります。まずは材料をだいたい一口サイズぐらいに切っていきます。ではこいつらを切っちゃいます。まずは玉ねぎ皮をむきます。食事なんですけど、タンパク質を多めに摂取するようにしてるんですよ。っていうのも知り合いのジムトレーナーさんに聞いたら、そのまずは体内の筋肉質量を上げようと、で上がった状態で脂肪燃焼させていくと痩せやすい体というか、リバウンドとかもしないしづらい体になるっていうことなので、これでまずは筋トレとか、もう筋トレっていうか、まあ何て言うんですか、 B モンスターのプログラムの最初の15分とか筋トレがメインなんですけど、それでパンプアップしながら食事と、その後に有酸素運動で痩せていくっていうことを目的としてやっています。次キャベツ切りますね。で、まあ炭水化物めちゃめちゃ取ってるんですけど、鶏ささみとか納豆とか豆腐とかばっかになってきたんですね。飽きてきたので今回こういうの作っていこうかなっていう感じです。もうね、雑でいいので、だいたい一口とかぐらいに切ったらボコスか鍋にぶっ込んできます。皮剥いてもいいんですけども、私は皮剥かない派です。自分で食べる分には完全栄養っていうんですかね、なんかって言われてるのをわりかし信じてるので、皮の中とか皮と身の間に旨味が詰まってたりとか栄養素が詰まってるんじゃないかっていう考えなんですけど、ピーマンですね、半分に割ったら種を取ってきます。でこのひだひだがあるんですが、それを料理してるときはね、お客さんに食べていただくときにはこれも丁寧に取るんですけど、自分で食べるやつなのでそのまんまにしちゃいます。はい、これもさっきキャベツを切った時と同じぐらいの大きさですかね。これも乱切りで適当でいいので、バツバツ切って入れてっちゃいます。鍋がめちゃめちゃいっぱいになってきてますね。生姜ですね、これも洗ってあります。これおろします。もともとアクションとかやるのでね、木刀使ってたりとかもするので腕はわりかしムキムキなんですけど、なんていうんですかね、自分の体が筋肉で覆わ、なんだろう、筋肉質になってくなっていうのが感覚でなんか分かるぐらいにちょっといい感じで絞れてきているんですよね。だからダイエットする人、食事制限もそうなんですけど、やっぱ軽いトレーニングっていうのはやった方がいいのかなと思います。で、コンソメ、じゃ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 、そしてなんてこった、ハプニングですね、取れちゃった。
すんだよこれ。めちゃめちゃ酒飲みなのでワインオープナーがあるから、これでなんとかこじ開けてみようかな。お、開きそう。手切るなよこれ。そして今白 T シャツだからトマトよ、跳ねるな。無事開きました。そしたらこれも入れてきます。下ごしらえ以上です。これで火をつけて、コトコト煮込むだけで完成でございます。あとで完成品も動画撮ろうと思うんですが、なんかめちゃめちゃ簡単なんですよね。で、沸くまでは強火でいいんですけど、沸いたら弱火でコトコトやった方がいいですね。圧力鍋でやるんであれば1分ぐらいでできますけど、こう山盛りに鍋に山盛りになっちゃうので普通のお鍋でやった方が無難かなと思います。はい、材料を全部入れ終わって火にかけたところです。じゃーん、あ、忘れてましたね、塩コショウ入れてないですね。完成です。では完成したので食べていきたいと思います。よいしょ、いただきます。うん、久々にしっかり野菜食べてますね。これを食べながら、鶏胸肉とか食べたりして、でしっかりトレーニングをして頑張っていい体になりたいと思います。頑張ります。今日は息抜きでマッサージを受けに来てます。おはようございます。今日も元気にトレーニングをしていきたいと思います。行ってきます。食事に来ております。今回の企画でただ痩せるだけじゃなくてしっかりといい体になっていこうと思ってるんですね。なのでしっかり筋肉をつけたいんですが、筋肉を作るにはタンパク質が必要らしいんですよ。で、まあ炭水化物と脂質、油分をなるべく普段は取らないようにしてタンパク質の多いものを食べてるんですね。まあ、鶏肉ですとか納豆、豆腐、卵とかで、プラスお野菜取るのにブロッコリーとか食べたりとかしてたりとか、なんかまあ野菜食べたりサラダ食べたりしてるんですけど、ビーモンスターさんのプログラムが結構なんていうんですかね、たかだか45分っていうと言い方あれですけど、1日45分しかしてないんですけど、結構ね体にしっかりと効いて体重がどんどん減ってってるんですね。なのでここいらで一旦ちょっと疲れも溜まってきた気もするので、体をしっかりいたわらうっていうことで、タンパク質は摂取しつつしっかりと食事をしようということで、本日はステーキ屋さんに来ました。もう注文しましたのでね、届くのを楽しみに待ちたいと思います。はい、というわけで届きました。しっかり味わって食べていきたいと思います。うわ、美味しそう。はい、というわけで 250g 入って完食です。お米も抜きましたし、油身の少ないハラミを食べたんですが、ちょっと罪悪感もあるので、まあその分の気持ちを明日からのバネにして、しっかりエネルギーにして頑張りたいと思います。筋肉もりもりつけるぜ。おはようございます。今日もトレーニングしていきたいと思います。 B モンスターさん、終わりました。
お風呂というかシャワーも浴びまして、すっきりしたところで、ムービーを今撮っているんですけれども、いやなかなかですね、全体で45分ありまして、10分間筋トレのサーキットパートっていうのがあって、でがっつり心拍数を上げて脂肪燃焼しやすい状態にした上で10分間シャドーボクシングのパートで、その後にグローブをつけてサンドバックパートって呼ばれている、実際にミッド打ちじゃないサンドバック打ちをしていくっていうパートですねをやります。我々役者って舞台とかやるんですけど、まあ、立ち回りとかの演目とかちょっとまあなかなかハードな時の方が多いんですね。それに勝るとも劣らずな、なかなかな、ハードさですね勝ってる気もしますけど、45分間でこんなヘトヘトになるかっていうぐらいまで自分を追い込んでやってます。まあ何でもそうなんですけど、運動に関して言うとね、力抜いて手抜いてやりゃ楽にはできるんですけど、ギリギリまで限界にまで、追い込んで強く打つところは強くしっかり打ってっていうことを心がけてやっています。いい汗かいたので舞台稽古に行ってきます。はい、では2回目の計測をしていきたいと思います。B モンスターのプログラム、まあきついんですけど結構楽しくやれるので結構回数通えました。なのでそうですね5キロぐらい痩せたんじゃないかなっていう自分的な感覚なんですけどまあ測っていきたいと思います。それでは計測。67.5 ぐらいってことは服を脱いで 65.5 ですかね。すごくないですか。僕70ありましたからね。5キロは言い過ぎたなってちょっと言いながら正直思ったんですけど、はい、嬉しいです。